こんにちは。出た。来ちゃいました。出た。待ってましたよね。ということで本日は本当にお疲れ様でした。矢野さん。本日は、はい、ラバンダの SS2021 年 SS の撮影でございます。待ってましたよこの回。貯金の次にこれ人気って言った貯金のおじさんの次にラバンダのおばさん、ウルバラバンダのおばさん今日のもあれですか。今日のも一式ラバンダでございます。楽しいですね。ワンコートこれアミーゴが来てくれたの。おー、一番影響受けた鈴木亜美さんですよ。鈴木亜美さんが私がプロデュースするすごいコートをまとう日が来る。鈴木亜美さん、野さん、あ、死んじゃった。いや、人生何が起こるか分かんないからマジで夢は大きく持った方がいいって思った。すごいですね。感動じゃない。ごまきも来てくれた。うーわ、素晴らしい。いや、もうラバンダスタッフもね、もう誇らしいですよ本当に。おはようございます。おはようございます。あの、普通にさ、見たら畑ばあさんじゃないの春の、そう、お花貯金いくらですか。こういうのシースルーでマップしてる。二の腕を隠したい女性には本当にまだまだいけそうです。いけそうです。いただきます。食べてください。あっちのことはたまらず何からいこう。とりあえずお肉から。皆さん好きなお肉じゃないですか。イエーイ。ラバンダの時はいつも焼肉を食べる気がする。あ、そうなんですね。いただきます。これからも泣き続けてください。
ありがとうございます。めちゃくちゃ気になる。めっちゃ気になる。え、これ芝犬？芝犬だと思います。どこで買ったの？なんか明るいんですね。倉庫で買いました。おしゃれなんです。私のマネージャーさんの靴下見ました。足の甲に芝犬が。びっくりしました。滝ぽよはもう八甲って名前にしたいと思う。あだ名決定で八甲にします。滝ぽよのあだ名は八甲で。よろしくお願いします。え、すごいさ、角度からめっちゃ隠し撮りみたいなのを やりたくて。隠し撮りすごいじゃん。はい、すごくない？キラキラ。本当はすごいですね、靴下のセンサーが。靴下で人の性格ってわかるよね。え、それどういうあれですか？え、だからさ、なんか健康志向の人とかもいるじゃん。なんかこう何枚バッキーとかさ、女性でね、5本足のとか、そうそうとかさ、私みたいに靴下履かない人とかさ、大雑把じゃん。はいはい。レースの靴下だから美意識高めとかさ。ああ。ストッキングとかさ。え、全然もう履かれないんですか、靴下？オフの日に一日外で歩くときは履くよ。990円で、330円。ああ。あんまりじゃあこだわりないですね。ないです。こだわった方がいいですよ。なんで？こだわってんの？こだわってますよ、それ。犬履いてるぐらい。締め付け。喉明るい、素晴らしい。ヨッピー。優秀です。